ちは、のぶです。では905日目、逆足左足アウトサイドチャレンジ連続100回、今日もアウトサイド逆足挑戦していきたいと思います。朝からカミカミです。いやね、なんかもう日差しが眩しい。本当にもう日焼け止めしないと本当にダメですね。本当に日焼けって結構もう肌のトラブルになるので、あの概要欄に自分のおすすめの日焼け止めを貼っていますので、もしよかったら参考までに見てみてください。では早速いきたいと思います。では今から5分間ですね、アウトサイドいきます。
最後33回行きましたね。いやもう本当どうなること思いました。全然できなかったんで、ただちょっとその33回いやできた時に、なんていうんですかね、このあげる、今まではこうやってたんですけど、ちょっと気持ちを、なんだろう、この足をこの人こうやった時に上げる、上にこう上げるイメージでやってみたんですよね。そしたらまあ33回行くことができたので、まあ、このやり方でちょっとやってみようかなと思います。まあ、これはこれでちょっと新しい発見があったんで、まあただ、まあ、正しいかどうかは分かんないんですけど、ね、このそういうやり方も、まあ、発見できたということが、まあ、収穫だったなと思います。ということでまた次は今日の、まあ、感じでちょっとまた挑戦していきたいと思います。はい、ということで今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。昨日はねちょっと睡眠時間が4時間ぐらいかな、やっぱりなかなかやっぱり睡眠って大事ですよね。なので、まあ、今日は昼寝をしてちょっと体力回復したいと思います。皆さんも昼寝は結構大事なので、できれば昼寝した方が結構なんだろう、体が楽になりますので一度お試しください。ということで今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。